ランドアートとは、岩、土、木、鉄などの自然の素材を用いて、砂漠や平原などに作品を構築する美術のジャンル、またはその作品のこと。規模の大きなものは、アースアート、アースワークなどとも呼ばれるが、その区別は厳密ではない。プレイマウンテンナスカの地上絵やピラミッドなどは、太古のランドアートと言えるものであるが、現代的な意味における、 ランドアートを構想した最初期の作家としては通常、イサムノグチの名が挙げられる。彼はすでに1933年の段階で古墳や古代遺跡、日本庭園などから着想を得て地球を彫刻の素材とすることを提案していた。ニューヨークのイサムノグチ美術館には火星から見える彫刻の模型が残されている。その計画は森土で巨大な 顔を描くというもので、これが実現していれば、野口は、おそらく最初のランドアート制作者になっていた。彼が1930年代から提案し続けた、子供の遊び場となる人工の山、プレーマ運転は、彼の死後、札幌市のモエレ沼公園で実現している。その後、ランドアートは1960年代後半のアメリカの彫刻家たちによって、一つの美術潮流、 美術ジャンルとして、ごく短期間のうちに確立される。1968年、ニューヨークのドゥアンギャラリーで開かれたグループ展、アースワークスは、その動きを加速させた重要なイベントであった。1960年代から、アメリカの商業主義的な美術の動向に反発する形で、アーティストたちが、屋外、特に広大な砂漠地帯をキャンバスに大規模な作品を作った。 大地に人による痕跡を残すことによってできるアートを総称して呼ぶ。ロバート・スミッソンは1970年、アメリカ・ユタ州の古墙に岩石や土で螺旋系のと怒りを作った。この時期、マイケル・ハイザーは、ネバダ州の峡谷を挟んで溝を30メートルの長さに掘り、土を互いに移動させた。また、巨大な絵を描いたりもしている。 ランドアートの本来の意味からすれば作品は第一に直接に構築されるべきものだが、作家によっては規模を縮小した作品を屋内に設置することもある。そうした作品も同じくランドアートと呼ばれることがあるが、こうなれば通常のインスタレーション作品との違いは、作家がランドアート作家として認められているかどうかであって、もはや作品そのものによって両者は区別できない。 ランドアートは、その本質からして設置場所に固有という特徴を持つ。他方で、この特徴を共有するものとして、環境アートないし環境芸術と呼ばれるものもある。これは、ランドアートと同義で用いられる場合もあり、混乱が見られるが、通常、環境美術と呼ばれるのは、北海道の燃えれ沼公園や岐阜県の養老天命反転地のように、都市空間の一角が、 美的な観点から総合的にプロデュースされた作品いしは太陽の塔のように内装や照明はもちろん五感に関わるすべて要素が一体として設計、建築された作品である。とはいえ、アンディ・ゴールズワージーやクリストの作品などにはこのいずれとも言えるものもあり、両者の厳密な区別はやはり難しい。クリスト自身は自らの作品をランドアートとみなしていない。 ロバート・スミッソン作、スパイラル・ジェティ、ドゥアン・ギャラリーのアースワークス10をリードしたロバート・スミッソンは、その2年後の1970年に、ランドアートの記念秘的作品とされる、スパイラル・ジェティをグレート・ソルト湖に完成させる。石と土で作られた、長さ457メートル、幅4.57メートルの渦巻き状をした堤防である。制作時の水位が記録的に低かったため、 数年に一度の頻度でしか湖面に現れない。同じく、アースワークス10のメンバーであったマイケル・ハイザーのダブルネガティブは、ネバダ州の無人のメサの縁に掘られた、長さ457メートル、幅39.1メートルの巨大な溝である。この溝は途中、崖をまたぐよう掘られているため、二つに切断されている。この作品は、ドゥアンギャラリーのオーナーであるバージニア・ドゥアンの所有物で、 あったが、1985年に、ロサンゼルス現代美術館に寄贈された。モハーベ砂漠に3.6メートル間隔の2本の平行線を引き続けた、マイルロングドローイングは、ランドアートのもう一人のパイオニアである、ウォルター・デ・マリアの作品である。さらに1977年に、デ・マリアは、ニューメキシコ州の砂漠の一角の雷の多発エリアに、 400本のステンレス製の由来ポールを67メートル間隔で格子状に並べたライトニングフィールドを完成させる。ポールの高さはその先端が同一平面上に収まるように調整されるので一定しないが平均で約6メートルである。その他現在構築中の作品で著名なものとしてはマイケル・ハイザーのシティとジェームズ・タレルのローデンクレーターがある。 あまりに巨大なプロジェクトであるため2006年時点でも最終的な完成の時期は両者とも依然として未定である。ローデンクレーターの方は作家のビジョンはもとより制作の記録も積極的に公開されており、そのプロセス自体を作品とも見なせるものであるが、シティの制作場所はネバダ州の砂漠地ガーデンバレーである。世界最大の人物がマリーマン。 頭の方向は、北北西。南位29度31分48秒、統計137度27分56秒。南位29.5300度、統計137.46556度。 マイナス2 9 5 3 0 0三1 3 7 4 6 5 5 6ランドアートの得意な例として1998年6月26日に発見されたオーストラリアのマリーマンガール。これは大きさが世界最大であり、最大であるにもかかわらず誰にも知られず制作された点、また作者が名乗り出ず、制作者が不明な点でも得意である。 南オーストラリア州の中央部の町、マリーの西6 0トルの大地に位置し、身長は2 6キロメートルに達する。侵食から取り残されたため、周囲の地面より3 0ル程度高い標高5 0ルの大地に孤立して描かれている。ランドアートを同時代の美術市長に位置づけることは難しくない。第一に、ランドアートの初期の作家たちは、 ミニマルアートの洗礼を受けた彫刻家たちであった。ドゥアンギャラリーのアースワークス展には、モリス、ルイとアンドレなども名を連ねていた。スミスソンやデマリアの作品の形の単純さは、作品の巨大さがそれを強いたものではなく、積極的に追求されたものである。第二に、作品のアイディアが、作品の価値を決定するもので、実際の制作プロセスは、 第三者にも委ね得るという発想はコンセプチュアルアートの発想でもある。そして最後に最小限の加工による自然の素材への好みはアルテポーベラに通じる。こうした個別の美術主張に加えてより大きな時代市長との関係を指摘しておけば、その巨大への執着にケネディ・ジョンソン政権のもとでのアメリカの拡大主義を読み取れるし、 美術館に入れることができず売買も困難な点からは、大手法に支援された美術館やギャラリーといった規制秩序への反抗、大自然への回帰、科学技術への不信など、当時のフラワーチルドレンの思考性と同じものがある。若者たちのベトナム反戦運動のまさに最盛期に、アースワークス展は企画されていた。もっとも、ランドアートがその原点において反体制主義的、 反エリート主義的なものを持っていたとしても、現実問題として、その巨大さを維持するには、莫大な資金が必要とされる。皮肉にもそれを提供したのは、既存の体制の側であった。ドゥアンは、スミッソンやハイザーたちの重要なパトロンでもあった。稲妻の平原は、ニューヨークのディア財団の移植作品であるが、同財団は現在建築中の、四と、ローデンクレーターにも、 資金提供している。さらに、その多くの作品は、直近の街からレンタカーを何時間も飛ばさなければ、そもそも到達すらできない。稲妻の平原には、ディア財団が宿泊施設を併設しているが、可能な限り長い登流が推奨されるような作品である。これらは、作品鑑賞の面でも、決して万人に開かれたものではない。通常の美術作品とは違って、 ランドアートでは作品の高級性が必ずしも前提にされない。それは作品の素材によって作家の意思によって場合によっては作家以外の第三者の意思によってケースバイケースで決まる。デマリアのマイルロングドローイングはチョークを使ったもので現在では記録写真でしか見ることができない。しかし同じデマリアの稲妻の平原は 設計段階から保存が前提とされた作品である。スパイラルジェティは1999年スミッソンの遺族からディア財団に譲渡されたが、その後も保存方針が不明瞭のまま今日に至っている。ありがとうございます。